でも星野源さん、乃木坂46さん、キングヌーさん、平日のオールナイトをレギュラーでやってるパーソナリティ全員じゃないですか。ねえ、やっぱオールナイトすごいっすね。ねえ、ちょっとこれはやっぱマジでこの場はすごい場なんやなっていう、思いました。当日がやっぱ心強いです。さあそんな、まあ書き方は自由やろ、だって。書き方はこっちに任せてくれる。あ、じゃあ大丈夫です。ラジオネームジン。平日のオールナイトニッポンを担当するパーソナリティ全員出る。須田さんの言う通り、全員はマジですごいですよね。音楽をやってるパーソナリティ全員出るんですもんね。今年の紅白オールナイトリスナーは一層楽しめるんでしょうね。なあ、クリーピーナッツ、そう思うよな。そっか、あ、そっか、ごめん、そうやった。それに関してはそうやった。ごめん、それはマジで俺の天然やわ。ちょっともう一回最初からじゃあ。そうやんか、クリーピーさん違うやんか、やば。これはもう断ったんちゃう、断ったんやって多分。忙しいし。世界一やしね。さあ、ではゲストを早速ご紹介していきましょう。間宮祥太郎です。あ、どうも、間宮祥太郎です。よろしくお願いします。お願いします。この流れで、はい、この流れで一応クリーピーさん俺主題歌や、ね、主題歌っていうか、この間ラジオ行ってたもんね。そうそうそう、曲やってもらったりして。 そっかそっか、出ないんだ。出ないんですか。断ったん違うの。まあね、世界一と日本一、そうじゃない、ね、だってお互い年末別のイベントとかありそうやん。ねえ、じゃあ忙しいってことにしよう。そう、こんばんは、クリーピーナッツのアルシュテです。 DJ 松永です。星野源さん、お疲れ様でした。お疲れ様でした。2019年11月19日火曜日、この時間は我々クリーピーナッツがお送りしてまいります。今夜もよろしくお願いします。お願いします。さあ、紅白歌合戦の出演者が発表されました。されましたね。いやー、年末らしくなってきましたね。いよいよね。この時期ね、まあ風物ですよ、もうほぼとんど。いや、それもう年末来たなって感じしますね。もろ風物詩ですね。で、まあ豪華メンバーですけれども、今年も当たり前のように。当然そうよ、紅白から。で、そんな豪華メンバーの中に、なんと、うん、オールナイトニッポンのレギュラーメンバーから、須田まさき。そりゃそうや。さすが。星野源。ああ、当たり前。乃木坂46。当然。キングヌー。間違いなく。我々以外のミュージシャン全員です。どういうこと？どういうこと？あれ？あのさ、ここでね、メールが届いております。あ、おはよう。ラジオネーム、傷口に熱々の肉じゃが。うん。先日、紅白歌合戦の出場者発表されましたね。菅田将暉。星野源、乃木坂46、キングヌーという、オールナイトニッポンを担当しているアーティスト、全員が選ばれました。待って。一リスナーとしてオールナイトを担当しているアーティスト、全員が選ばれたことは大変誇らしいです。これからも楽しく聞き付けたいと思います。気づいたよ、こいつ。あら。嘘でしょ。あれ、俺らのラジオにメール送ってんだけど、俺らも一応ね、アーティスト、俺らも一応ね、音楽ヒップホップって音楽のジャンル。そう、音楽のジャンルなんだよ。音楽のジャンルなんだよ。いやー、我々以外のミュージシャン全員です。以外ですよ。いや、ちょっと、あー、そっか。ラジオネーム、ナルト。先週の木曜日、第70回 NHK 紅白歌合戦の出場者が発表され、ラジオリスナーの中では、オールナイトニッポンの音楽をやっているパーソナリティが勢揃いであると大きな話題になりました。菅田将暉さん、星野源さん、乃木坂46さん、キングヌーさん。いやー、驚きましたよ。クリピナッツさん、本当にまさか、紅白を、断ったとは思いませんでした。番組の規模に惑わされず、自分たちが届けたい音楽を届けたい方法で活動し続けるその姿勢、さすがです。これからも一生ついていきます。あ、お前来たらウケるわ。出たいに決まってるやろ。当たり前だろ。当たり前だろ。当たり前。おい、どことがあんねん。あ、ほか。先週は、強がってたの。そうよ。強がってたの。来たら出るの。出るの。出るの。その尖りもう古いの。もういらんねん、そんな。出るの。すぐ出るよ。
ラジオネームプラネットナイン、うん、R さん松永さん、うん、こんばんは。先日今年の紅白歌合戦の出演が発表され、うん、ボーカルの井口さんが木曜のオールナイトニッポンゼロを担当されているキングヌーが選ばれましたね、うん、僕はすぐにその発表を見たのですが、うん、キングヌーと同じアーバンなてっぺんアーティストのはずのクリーピーナッツの名前が何度見てもありません。誤植かと思いすぐ NHK で電話をしたのですが、ああやめてよやめてよやめてよ、何してんねんお前、何してんねん。やはり落選とのこと。おちょっと、僕は日本一3連覇と世界一の最強無敵ユニットであること、菅田将暉と曲をやること、メジャーデビューシングルが発売延期したことなど、お二人の武勇伝を熱くアピールしましたが、お前やめろ、電話を切られてしまいました。何やろか。かくなる上は明日渋谷の NHK スタジオに直談判してこようと思います。あーあー絶対やめて。僕は本気です。やめろやめろ。どんな手を使ってでもお二人を紅白に出演させてみせます。あかこいつ住所どこ、マジでこれ止めに行こう、うん、京都府。いやもうやめて。おいおい、そんな理由で上京してくんな。やめろ。いやお前がこれからやろうとしてることで俺たちは二度と紅白に出れないことになる。そうやぞお前、邪魔はすんな。そんなやべえやつに支えられてるアーティストなんか紅白出せるわけねえじゃん。いや出せるわけないから過激派がおる。おいちょっと余計なのすなよ。もう断ってないのよ。そうそうそう、うん、にこのラジオネーム、うん、スモモエピ、うん、クリーピーナッツのお二人こんばんは。こんばんは。先日菅田将暉のオールナイトニッポンを聞いていたのですが、うんうん、オープニングで彼自身が紅白出場を決まったことについて触れた後、うん、平日のオールナイトニッポンを担当しているミュージシャン全員が紅白に出場しますねと言ってケラケラ笑っていました。まるでクリーピーナッツをミュージシャンとして認識していないような言動。アルさん、松永さん、はい、あいつクリーピーナッツの曲作る気ないっすよ。ほんと昨日のやばかった昨日のこと、ほんとにあれやばいよ、ほんとにあれ天然だぜあれ。しかもイカれてるよ、イカれ。曲作るはずなのにさ、そういう話、その月曜と火曜で曲作りましょうって話してんのに、まあね、あのマジであれ天然だったでしょ。天然ボケじゃなくて、ボケじゃなくマジで、あのそうそう、本当に本当にあれですよね、俺の日本全員が出ますよね、これボケじゃないのよ、バックやだよ。あれだな、本当に俺が世界一取ってさ、うん、あの須田さんとのさ飯会をさリスケしたのが効いてる今になって。効いてるね、効いてるわ。リスケが本当にもしさリスケしなかったらよ、うん、須田さんの曲が完成して、うん、なんなら、うん、須田さんとのコラボ曲で年末でした可能性あったのよ。俺もそうやなって言いたかったんやけど、うん、その須田クリーピーで紅白出る前に、うんうん、曲何やるかっていうのは俺ら全く知らんけど、うん、間違い探し超えれるかな。須田クリーピーの前に須田米津が、須田米津に俺らがその対抗できるかな。確かに俺らがクリーピーナッツが米津とタイマー張った時に、うん、勝ち目基本ないよ。ないよ、うん、基本ないよ。いや何やるか知らないよ、何やるか知らんけど、まあ、俺も間違い探しやるっしょ。やろうやでしょう。そうでしょう。あれでしょ。でも確かによく考えたら、うん、でも年末にヒット曲出すじゃないですか、うんうん、それやっぱり今年の一曲ってなんないよね。そう難しいよそれって。だからかつ翌年の年曲にもなんないじゃないですか。そうだから良かったかも。だから年始ってもう年明けてからやっぱり出して、うんうんうん、ボーンとやって来年2020年の年末に須田と紅白よ。まあ、ちょっとこの人のふんどしを借りようとしてるのは恥ずいけどもちょっとダッサ超ダッサって俺らこれなダッサそうダッサだこんなことやからやっぱ出れないんですよ。よく考えて今言われた菅田将暉、星野源、乃木坂、キングヌー、これ全員ね、うんうん、ちゃんとヒット曲をむちゃくちゃ出してる、まあ、ミュージシャンとしても顔ですよ。だから、うん、ね、あの、出れなかった俺らが、うん、その、ね、おかしいんじゃなくて、あ、ほんとそう。出れることがまずすごいですから。いや、ほんと。すごい人らなんよ。ね、すごい。いそう、ほんとに。そう。だオールナイトの並びもよく考えてください。うん、いや、ほんとよ。ゼロといえども、うん、ね、伊藤健太郎さんね、うん、で、佐久間さん、はい、で、キングヌーの井口さんと霜降り明星、はい、もう、うん、トップクラスの人ばっかおる中に。お茶の間のスターっすよ、全員。そう。そんな中に俺らクリビナッツが入ってること自体がまずは一発目まず奇跡だ。そうそう。これがね。だからみんな当たり前だと思わないで。そう。だから俺さ、その紅白さ、うん、発表した後さ、エゴサーチしたらさ、やっぱりみんなさ、うわーやったークリピーナッツだけ出ないやった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 あいつらやったってやったやったやったみんな超喜んでた。なんで喜んでんねんお前。なんで俺らのその、うまくいかんだけど喜んでたんだよね。ほんとにめー、でもどうする、うん、来年の紅白どう、まあ、須田で出て、うん、クリーピーで出て、うん、で、須田とクリーピーで一緒にや
やった曲もやって、うん、まあ、まあ、2曲やって歌っちゃう、まあ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 、ありがとう。3曲もやってやっちゃう確かに確かに。まあ、2020年なんかもう俺らの年よ。まあそうだよな。年末で俺ら染まるわ。頑張ろうな。頑張ろう。頑張ろう。頑張ろうな。マジで頑張ろう。じゃあヒップホップに染まります。頑張ろう。マジで頑張ろう。頑張ろうな。マジで頑張ろうな。一生懸命やろ。できたら受ける。当たり前。当たり前だろ。当たり前だろ。よろしくお願いします。授業で、